Hey guys, thanks for checking out Chris's room. 今日はですね、なんとね、本田健さんにお会いに来ました。ちょっと入っていきましょう。Hello! Hey! 健さん! Oh my god! Oh, thank you so much for taking the time to see me. 本当にありがとうございます。Thank you. And、I prepared nice weather for you. Thank you. どうですか？天気もいいでしょう？いやもう素敵ですね。ここがケンさんのオフィス。そうなんです。ここはもともと財界の大物 の、 ご自宅だったんですけど、これを今オフィスとして使ってるんですよ。これだからここで結構70人ぐらいのパーティーをやって、ここでね、結構結婚する人たちもいるぐらいなんですよ。あ、そうなんですか？うん、ここでね、この間は2人でずっと喋ってたんです。2時ぐらいからスタートして、4時ぐらいでもずっと喋ってて、なんか怪しいなと思ってたら、そうしたらその2人が付き合うことになりました。あ、そうなんですか。で結婚したんですよね。ここで話して、そうだ、ここで出会ったカップルが今まで 3組いるんですよ。ここで、そうそう、ここで、ここもう この辺でね、マジックエリアですね。そうそうそう、ちょっと今ね、落ち葉があれですけど、でこのね、傘がね、いろいろ探して10個ぐらいこういうの買ったんですけど、こういうふうな、nice. そうそう、こういうね、これができるっていうのがね、結構スポットだったり、これは、こういう感じでね、こうやってゆっくりこういうスポットなんですよ。いや本当にね、今日いろいろケンさんに質問したいので、はい、よろしくお願いします。はい、Thank you。いやー、最高やな、これ。I'm so excited! Alright! Thank you, Ken さん。いやいや、こちらこそ。ありがとうございます。はい、こちらこそ。いや、本当にちょっとね、僕は Ken さんの大ファンで、はい、もう日本でこういう、なんていうのかな、好きなことを仕事にする、愛することでキャリアで生きていく、幸せな人生を選ぶっていう時から、もう10年前ぐらいから僕、日本に、25に戻ってきたんですけど、もうすぐケンさんの本が溢れるように目の前に出てきてですね、いろんな本を読ませていただいて、はい、もう本当に後輩からしてですね、本当にありがとうございます。いやいや、本を読んでくれてありがとうございます。いや、本当にようなことを言うっていうのも、社会的に批判されるリスクもあるし、そうですね、特に15年前はね。ですよね、はいはい、そうで、本当にこのね、ケンさんのような先輩がいるから、その道を作ってくれたから僕たちがそこを歩けるっていう感じになってくれているので、本当に僕からも心の底から、そしていろんな方がお世話になっていると思いますので、本当に僕たち社から感謝で、本当にありがとうございます。いっぱい本読んでくれてありがとうございます。いやもう全部読みたいって言いたいんですけど、ケンさん今結構本出してますよね。そう、今までね120冊ぐらい出してるんですよね。120冊はい。で、もともと僕のオリジナルのやつは50冊ぐらいなんですけど、はい、まあ、それでもそれが文庫になったりだとか図解になったり漫画になったりするじゃないですか。はい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 。そうするとやっぱり結構冊数になりますよね。はい。で、120冊で今出版の数は何冊ぐらい、なので自分の方が50冊で、その文庫も含めたのが大体120冊ってことなんですよね。で、何万冊ぐらい、ああ売れたってことね。売れたっていうのは大体300〜400万部ぐらいまでいってますね。はい、小冊子を入れると大体全部で900万部ぐらい今いってるんですよ。すごいですね、うん、ありがとうございます、はい、本当に、ちょっとね、やっぱりそのケンさんの話を、まあ、ユダヤ人のシリーズから入ったりとか、はい、その才能を見つけていこうとか、そういうね、小金持ちのお話とか聞いて、はい、よしやろうっていう気になって、でちょっとやっていくと友達に話したり、はい、親とかに話しちゃうと、はい、結構親がそんなバカなことできないよって。そうですよね。そうで、な、友達ね、辛いサラリーマンやってる仲間とか話して、もっと好きなことでやっていきたいなって言ったら、お前甘いよみたいな、そういう、で実際にそのビジネスの社長とかもそんなのできないよとか言われたこと僕はあるんですけど、まあ、だから結局この世界って2種類の人しかいないんですよ、好きなことやって生きてる人とそれ以外の人たちと、
うん、それ以外の人たちってのは苦々さを持って生きてるんですよね、はいはい、なんか鳥がすごくなんかそうだそうだって言ってでそれでねやっぱその苦々さを持ってるから、うん、誰か好きなことやって生きていくってやつすごいねこれすごいねこの鳥一回ちょっとカットどうでしょう大丈夫でね、で苦々しい人っていうのは、うん、ちょっとでも自由になりたいってやつがいたら、うん、お前自由になるなと思うんですよ。だからゾンビみたいなもんなんですよ。だからね、あの自由になりたいんだけどクリスって言ったらお前なるなガッそうそう噛まれちゃう噛まれちゃう、うん、で噛まれたらなんかね自分もゾンビになっちゃうんですよ。そう夢を追いかけてはいけないって。そうでそのゾンビみたいに噛んだら噛むって、はい、そうちょっとそのそれどうやって直すのかっていうのもぜひ。なのでねそのまずやっぱりこう、うん、自分がそれほど恵まれてる環境にないと、うん、やっぱりこう自分が好きなことやりたいって言っても、うん、ネガティブなことを言う人に囲まれてるんですよ。そうです、ね、だから最初はねあんまり言わない方がいいかもしれない、うんうん、でそして密かにそういう絵のね教室に行ったりだとか、はい、アロマのことを習いに行ったりだとかを最初はこっそりしなくちゃいけないかもしれませんよね、うん、でもどっかの段階でその例えば3年とか5年かかると思うんですけど、はい、最終的に好きなことでやっていくって決めてるのであれば、うん、やっぱり そういう生き方をしなくちゃダメなんです、うん、でそしてその過程でやはりお父さんとお母さんがそういう人生観を持ってない場合っていうのは、例えばサラリーマンかサラリーマンじゃないかっていうのは一つあると思うんですね。そうですよね、うん、なんか自分のやりたいことやっていくっていうことを、まあ、サラリーマンでもできると思うんですけど、うん、いずれやっぱりその独立するってことを考えるとしたら、やっぱり独立するっていうことが多くのサラリーマンにとっては非常に危険なことだと思ってるんですよ、うん、でその自営業で成功してる人たちなんかも、うん、嫌なことをするから成功できるんだともう確信してる人がいるんです。そうですよね、嫌なことだから嫌なことしないと成功できないってそうと思ってるのはその人が思ってることなんです。でこれってもうほとんど信仰の世界で、うん、例えば黄色い財布を持ったら、はい、お金持ちになれると思ってお金持ちになった人は、うん、この黄色い財布のおかげだと思ってるんですよ。ありますよね、なんかお金持ちになれないんだったら長い、うん、そう長い財布がいいとかね、うんまあ、別にあの長い財布が悪いわけじゃないんですけど、うん、でも長い財布が原因ではないと思う、そう、うん、でそういうことを考えていくと世の中で仕事のやり方っていうのは好きなことやって生きてるごくごく少数な人と、うん、嫌いなことやって生きてる大多数の人に今分かれてるってことなんです、うん、なのでどちらが正しいかってどちらも正しいんですよ、うんうん、だって僕の周り好きなこと ね、やって生きてる人しかいないけど、ええ、そうすると彼らにとっては好きなことやらないと成功できないよねって思ってるんですよ。はい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 、なのでもう生き方が違うだけなんですよね。だからどちらが正しいかっていうことではないんですよ。ありがとうございます、うん、それですごいストンと納得しました、うん、でもお父さんとかお母さんが、うんはい、そのサラリーマン系っていうか、はい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 、そういう大手企業が一番いいよみたいなことを言ってくると、うんうんうん、どうしてもなんかそのお父さんに逆らうとか、うん、お母さんに逆らうっていうところがすごい難しい、うんうん決まると思うんですよね。そうですよね。だから途中まではやっぱりその逆らうって言ってもね、うん、その喧嘩とかぐらいだと思うんですよ。でも最終的にはやはり違う道に行く時がやっぱりすごく大きいんじゃないですかね。僕にとっては会計を父親と一緒にやってたんですけど、その父親とは全く違う道に行く、うん、僕は投資家とかこういうこと、まあ、大好きなことやって生きるとか才能を見つけるってことをすごい手伝いたかったんですけど、それまで会計の一環でやってたんですよ、はいはいはい、あるいは土日にセミナーをやってて、日中というかウィークでは会計の仕事をして、うん、で土日にこう好きなことやって生きようよってセミナーを最初は細々とやってたんですよね、でその時にもうやっぱりもう会計をやめるという時にやっぱり父親は悲しみましたよね、うん、あそうですか。そうで、まあ、怒りもしたし、で母親も心配もしたし、でもどっかのタイミングで違う人生の、まあ、トラックが違うんですよ。でいい悪いの問題じゃなくて道が違うんですよね。でももしお父さんとお母さんだったらどっかのタイミングで本当に子供にとってそれが幸せになるのであれば祝福してるんじゃくれるんじゃないかなとは思います。ただなんで反対するかっていうとやっぱ生活が成り立たないとかそっちのお金のことなんですよ。お金の収入とか、ね、はい、だから収入さえちゃんと成り立てば意外と親ってケロッとしたもんで、あ、そうなの、はい、そういう意味ではよかったねっていうふうに言われる人たちは多いですよね。うん、うん、でもそれはだからそのやっぱりちゃんと好きなことで結果出していけるっていう、うん、そういう人にならないと親も納得しないでしょうね、うん、そうです、はい、あるいはこいつだったらやっていけるかもなっていうふうに思わせるエネルギーが出てないとダメなんですよ。だからなんか
ある意味なんか面接行くときに準備するじゃないですか、うん、はいはいはい、で資料とかも用意して、私はあなたの会社で働ける一人前の人です、はいはいはい、みたいな感じで親と話すと、例えばその歌手になりたいなと思ったら、うん、ママにパパに歌手になりたいのって言うんじゃなくて、うん、いや歌手になるためにはこういう修行がいて、こういう収入があって、これは何年間かかって本当にこの道を生きていきたいの、うんうん、みたいな感じで話した方がいいっていうような、まあ、ただね、それでも納得するしないってことありますからね。そうか、はい、なのでその親を目標、説得するのを目標にするのじゃなくて、まあ、できたらいいしできなくてもいいっていうふうにしないと、最終的には自分がやりたいことをやるっていう時に、その親が認めてくれなくても、例えばそれを サポートしてくれるファンの人たちが100人もいたら成り立つわけだよね。そうですよね。そう、まあ、極端なこと言ったら5000円を払ってくれる人たちが100人いたら50万になるわけですよね、はい、そうだから、それで今と同じ収入が得られるのであれば、そう、実は一緒なんですよ。うん、まあ、でも僕が一番大事にしたいのは予感ですよね。予感、うん、やっぱり予感を管理させる人にならないとダメなんですよ。予感ってごめんなさい、英語で。予感っていうのは、なんていうのかな、そのこの人がね、うん、この人は成功しそうだなって。はいはいはい、はい。I have a feeling that you're going to make it. Yes. この人は成功しそうだなって予感は感じるもんなんですよ。うん、僕はニューヨークの、ね、出版契約ができたのも、はい、その毎回、7社とプレゼン、会うんですよね、はい。スピードデートみたいな形で、30分から1時間ずつ会っていくんですよ。うんうん、その時に僕は世界的な著者になる準備をしてきたし、はい、で日本でも実績もあるし、はい、ほぼいけるんじゃないかなと思うと、もちろん確信は 100% あるわけじゃないけど、はい、僕はその仲間も助けてくれるってこともあるし、うん、世界的なベストセラーをこれから10冊書けると思うので、はい、一緒にやりたいっていう出版社とやりたいんだって話をしてたんですね、でその時に日本的な感じで、いやいやもう自信がないんですけども、こんな私よかったらって言ったら、多分どこも契約してくれなかった。でやっぱりその話の中に、この人はまだ英語で一冊も書いてないけど、うん、いけそうだなって思わせるものを感じ取った人たちが僕と一緒に仕事をしたいって言ってくれたんですよね。それと同じで、今は僕はサラリーマンとか私 OL だけど、うん、絶対これでやっていくっていう確固たる、なんて言うんでしょうね、うん、確信みたいなものと、はい、どんなことがあっても私やり通すっていう覚悟みたいなのがあったら、両親も、まあ、お前がそこまで言うならもうやれよっていう、どっかの時点で応援してくれるはずなんですよ、はいはいはい、なので皆さんがもし反対され続けてるとしたら、うん、まあ、ある意味親の権力、大気圏のね、引力の中で生活してて、うん、まだ出てないってことなんですよね、はい、それを第一試験として考えるのも一つですよね。もう親がなんかよくわかんないけど、お前なんかやれそうな気がするって言えるぐらい情熱と、その人に予感を感じさせる人にならないと僕は難しいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとその今僕が今スコンってきたのは、はいはい、好きなことを仕事にしてもいい、うん、好きじゃないことを仕事にしてもいい、うん、両方とも成功できると、うん、その別の世界があると。必ず好きなことをしないといけないっていうわけでもないし、好きじゃないこともやっててもいいよっていう、だから選択なんですよ。よく飛行機に乗るときに思うんですけどね、うん、そのエコノミーとビジネスとファーストとクラスあるじゃないですか。あります。でその時にね、好きなとこ座ってくださいっていうふうに言ったとしても、うん、多くの人はなんかあっち高そうだからって、そうね、なります。そう、なんか、まあ、エクストラでチャージされるんじゃないかって言うと思うんですよ、うん、だからそういうのいたずりあったら面白いなと思うんですけど、うん、今ビジネスクラスに空きがあるので、希望者優先5名うん、先着で受け付けますって言った時に、何の人がはいって言えるかなんですよね、はいはい、なんか裏があるんじゃないかとか、なんか高かったらどうしようとかと思って多分手挙げられない、はいはいはい、ってことを考えたら、自分がどこに属するのかっていうことだと思うんです、はい、なので自分は嫌いなことやって一生人に小遣いながら生きていくっていう生き方を選ぶのか、うん、今は全然自信がないけど、うん、自分の才能らしきものをその探していって、はい、でそうして本当に自分の才能を見つけて、うん、どっかでなんか自分でなんかやり始めて、うん、でそれで形にして成功していくのかっていう道が違うんですよね、うん、なので、うん、どっかでやっぱ覚悟を決めないとダメなんですよ。そうですね、はい、なので人に承認してもらいたいとか、うん、批判が嫌だとか言ってるうちは好きなこと向いてませんよね。そうです、はい、なので僕も批判は嫌だし、うん、人にね嫌なこと言われるのは嫌だけど、それでも好きなことやり通す精神力があるんですよ、はい、なのでそれがない人はまあそっからですよね。そっから、うん、それすごいいいですよね、うん、多分普通の人、今ケンさんの話聞いたら、うん、あ僕その覚悟ないとか思っちゃって、はい、やっぱ向いてないのかもって。そうでね、厳しいこと言うとそれで終わりなんですよ。
それがその人の見解だったってことですよね、そうでも3年ぐらいしたら、まあ、実際僕のセミナーとか講演会よくいらっしゃるんですけど、うん、3年前にね来ましたと、講演会に来て好きなことやっていこうと思ったけどしばらくしてやっぱダメかなと思って諦めましたと、でも3年経ってやっぱり僕はなんか料理の世界でやっていきたいと思って会社を辞めて今料理店で勤めていて5年後店を持ちたいっていう人結構いるんですよね、はい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 、なのでどっかの時点でもうやっぱり自分の今までの人生やだって本当に自分の本当に1回しかないんだったらやりたいことをやるっていうふうに決めないとダメだし、残念ながら好きなことやって生きてる人たちっていうのは人口の中でたった 0.、ね、数パーセントなんです成功してる人は特にね、まあ、好きなことやってる人は 5% ぐらいいると思うけどっていうことはその 5% に入るにはどうしたらいいのかってことだと思うんです。だからまあねこの話を聞いててやべえ私には向いてないかもって思った人はそのじゃあこの覚悟をどうやって決めるのか、ね、やっぱまずその前に才能を明確にするとか、そうですね、好きなことを具体的に何なのか、それでやってるビジネスモデルで成功者のところに弟子入りすることはできるのかとか、うん、いろんな選択があるから、うん、急に覚悟っていうところでもないかなって思うからあんまり、はい、そうただでもね、やっぱりその道は厳しいんだなってことは知っといた方がいいです。好きなことだけではやっぱり無理、けれどもちゃんと 順序立てていった人たちはやっぱり成功できるんですよ、ってことはやっぱりその自分には無理だなと思ってる人は最初から恋愛もそうですよね、そう、そんなたくさんの人に持てなくても一人でいいんです、一人で、でも一人でだけっていうよりはもうなんかいっぱい断られたからもう私のパートナーはいないんだと思ってるんですよね、そんなことはないんです。なので何回も何回もめげながら、それでもやっぱり好きなことに挑戦していくっていうのを僕はすごい大事だと思います。僕もそれやってきたし、やってきた人だけが残ってるんですよ。途中で諦めた人はそれまでだってことですよね。ちなみにケンさんが、好きなことで生活ができる、お金持ちとかじゃなくていいんですね、はい、これで生きていけるじゃんっていう風になったまで、何年ぐらいかかりました、まあ、僕はね、まあ、どちらかというとちょっとさっき話したのと違うところから言ってるんですよ、はい、で得意なこと会計とかコンサルティングでお金を先に作り、はい、でそして結構スーッとシフトしていったからいきなりこう会社員から辞めてやったわけじゃないんですよね、これは多分またもう一つここで皆さん質問があると思うんですけど、その好きなことをやってある程度結果が出てから辞めた方がいいのか、はい、あるいはもうスパッと辞めてやった方がいいのかってよく聞かれる質問なんで、多分それこれご覧になってる方はねどうなんだろうなと思うと思うんです。どちらでもいいです。で僕の場合、僕はすごいビビりだから、だからその臆病者だから、ある程度お金ができてからの方がやりやすかったんですね。でもそうじゃなくてイエイって言っちゃう人もいるんです、でその人は言っちゃってもいいんじゃないか、ダメだったらまた戻ればいいんだから。そうですよね、そうですよね、そうだからタイプによって、ある程度例えばなんか月に副業でね、好きなことで20万ぐらい稼げるようになってから行こうとか、30万ぐらい稼げたらいいとか、あるいは50万ぐらい稼げないとやめない方がいいとか、それはその人 のどれだけリスク取りたいかってことですよね。そうですよね、その例えば本当になんかリスク取るのが大好きで、お金がなくなってもなんとかやってるみたいな格好だったら、もう本当にねパーンとやっちゃって、パパやってる人たちのコミュニティに入って、はい、とりあえず動き出すっていうのも大切だと思うし、そうですね、はい、でもまあほとんどの人たちはそれができないので、僕もちなみにそれできない、できないタイプなんですよ。うまくいかなくなったらどうしようと思うタイプだからね、はい、いや本当に素晴らしい、ケンさんありがとうございます、ね、こちらこそ素晴らしい質問ありがとうございました、本当に。じゃあちょっとですね、また別の質問も用意させていただいて、はい、ブル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 、 I have other questions そうちょっと別の質問も用意させていただいてますので、ちょっと第1話はここで終わらせさせていただければと思います。 Thank you very much、はい、ありがとう、本当に見てくれてありがとうございます。 All right, love you guys、はい、諦めないでね、諦めないで。ケンさんズバリですね、はい、やる気はどうやって出せばいいんですか。よくこれ聞かれる質問なんですけど、出さなくちゃいけないやる気っていうのは出る必要がないんですよ。